うわ、ベタベタだ。うわ、いいな、250。かわいい店員さんなら、調理待ち、いくらでも待てる。どうも、ウーバーイーツ達人の俊夫です。本日はね、またね、めちゃめちゃね、かっこいいね、バイクをね、紹介したいんですけど、早速ですね、車種名と、排気量と、なんだっけ、ちょっと待って、また手も稽古、テイク2。はい。はい、というわけでですね、早速ね、紹介していきたいんですけど、早速、車種名と、走行距離、燃費と、あ、なんだっけ、排気量。排気量。じゃ簡単に紹介いいですかって言って、僕がじゃあこれ読みながら一個ずつ言いますよ、そしたら。いや、マジで。今日調子悪いな。調子悪いです。今日調子悪い。こんなミスったことないんだけど。寝坊したからですよ。というわけで、じゃあ、早速ですね、じゃあ、バイク紹介していきたいと思うんですけど、じゃあ簡単にちょっとご説明をお願いします。はい。はい、こちらのバイクですね、ホンダの FTR223 というバイクになります。で、排気量が 223cc で、一応年式的にはちょっと詳しいことは分かんないんですけど、おそらく車体番号的に土初期の2000年モデルかなというふうに思ってます。走行距離がおおよそ2万キロ弱ですかね、うん、僕が買ってからだいたい 2,3000 キロっていうところですね、はいはい、燃費がこれもちょっと計算詳しくはしてないんですけど、だいたい25から30ぐらいかな。25から30ぐらい、結構、燃費はいいバイクになってますね。はい、これメーターはなんか8790ってなってるんですけど、はいはい、これはもうなんかあ、これはもうあの社外メーターに結局変えられちゃってるの で、ね、はい、新車からの走行距離はまあちょっとわからないですね。うん、まあ、なんとなくやり具合的に、3万キロはまあいってないかなって感じですね。まあまあまあ、はい、まあ、そんな感じで、ね、僕の動画見てくれてる人だったらちょっとわかるかもしれないんですけど、あの、ね、なんとね、あのキャビーナのオーナー様がね、今回ね、またね、動画にね、出ていただいたということで、あのキャビーナはどうなったんですか？キャビーナはあの後売っちゃいました。あ、言ってたんですか？はい、格安で売っちゃいました。あ、そうなんですね。はい。はい、というわけですね、じゃあ FTR のね、購入理由について、教えてください。はい、普通任意の免許を取って、で、入門用に何かバイクが欲しいなって思ってた時に、まあ、そんなに高くなくて、かつこうカスタムできてっていうので、ヤフオク探してたらこの FTR が安く上がっていたので、はいはいはい、即決しました。あ、そうだったんです。だから特にあの車種自体にこだわりがあったっていうわけではないですね。やっぱ自分でいじれるのがやっぱ強いですね。選択肢がめちゃめちゃ広がるから。まあそうですね。僕みたいなもう乗るだけみたいなやつはもうなんかね、あるものを買うしかないんで、いや、その強みはいいですね。ちょっと買う前になんかこうこういうとこ触れそうだなっていうのはある程度写真見るとわかるので。いや、すごいな。ちなみに塚さんが、はい、その最初になんかバイクをいじり始めた時ってのはいつ頃だったんですか？はい、そうですね。キャビーナを買ってからですね。じゃあキャビーナ買ったのが いつぐらいなんですかね。2年くらい前なんで、本当にバイクに関してはここ 2,3 年でっていう感じですね。そうだったんですか。最初はどうしたんですか。はい、でもなんでそのバイクをいじろうかなみたいなきっかけって何だったんですか。きっかけは、逆に言うとキャビーナはそんなカスタムする予定はなく、はい、まあまあ確かに、あの、はい、ドロいものを買ってしまったから直す必要があって、はあ、でその直していく過程でいろいろこう勉強していってって感じですね。あ、そうだったんですね。それも自分でなんか YouTube 見たりだの、そうですね、 YouTube 見たり、あとはなんかこう結構ブログとかの蓄積が多いので、スクーターとかはそういうのを見ながら、はい、あと詳しい人に直接聞きながらって感じですね。はいはいはい、意外とあのスクーターだろうがこういうあのミッションのバイクだろうがあのやることは一緒なので。そうなんだ。はい、早速ねカスタムポイント、いきたいなと思います。はい、じゃあまあ前から大体言ってるんで、前からじゃあ好きなとこからお願いします。はい、まずフロントからですね、ヘッドライト、これを Amazon で買った社外のヘッドライト、大きさ 5.5 インチだったかな、そんぐらいのに変えてます。で、一応こんな感じで光る形で、ハイロー、あ、切り替わる、切り替わる形、結構可愛いですね。そうなんですよ、なんかかっこよさもあり、ちょっと可愛さもあってっていうので割と気に入ってます。あんま被らないっていうの。ウインカーも一応まあこのバイク灯火類が全部 LED 化してるので、なんでまあ古いと言っちゃえば古いんですけど、まあ、結局機械なんで、配線分かれば普通に LED だろうがあれはあんま関係ないですよ、はいはいはい、っていう感じで、一応ヘッドライトと、まあ、灯火器周りですね。はいはい、で、あとフロントフェンダーもこれは車外のどこか忘れちゃったんですけど、はい、アルミフェンダーに変わってます。で、これは塗装し直して、はい、一応黒
トヨタの202ブラックっていう、まあ知ってる人は知ってると思うんですけど、その黒にしてます、うん、であとフロントフォークも一応シール類は買った時に交換して。シール類ってのはどこですか？オイルシール、あのここ見えないんですけど。ああそうなんですね、はい、そこは交換して、はい、一応オイル漏れがあのないように。ああなるほど、はい、一応知ってるのと、はい、あとフォークブーツですね、はい、これをちょっとつけて。これつけると どうなるんですか？これは要はそのフォークのこのステム、あのインナーチューブのところに泥とかが入るとオイルシールを傷つけてしまってオイル漏れの原因になるっていうところで、一応そういうゴミとかが入らないようにっていうのが。あ、じゃあカバー的な。そうですね、まあ機能としてはそうなんですけど、まあ僕は正直結構カスタム系でつけてます。じゃあフロントタイヤですかね、ホイールとタイヤですけど、一応ホイールも塗装し直して。元どんな色だったんですか？元はあの普通にあのスチールの、ね、はいはいはい、鉄っぽい色だったんですけど、元が結構サビサビだったので、はいはい、全部手磨きでやってもいいんですけど、あんまり時間かけたくなかったのとあと結構もう大変だなと思ってもう塗っちゃいました、はい、ただちょっとボリューム感が欲しかったのでちょっと分かりにくいんですけど、あのスポークカバーを黒黒でつけてちょっとだけ存在感があるようにしてます、うん、でタイヤですね。 FTR っていうとあのブロックタイヤみたいなのが純正採用でついてるんですけど、はいはい、今回あえてちょっとフロントはダンロップのアローマックスっていうロードタイヤに交換してます、はい、で一応これチューブレスタイヤなんですけど、まあ、チューブ入れて、履かせてます、うん、フロントはそんなところですかね、はい、はい、じゃあちょっとあれこれも塗ってるって言いましたっけ？あ、フォークも塗ってます、はい、じゃあハンドル周りですけど、はい、まずはバーハンにしてます、はい、この横一本というところで、うん、あの今ちょっと写真出してもらえると思うんですけど、買った時はあの割とハリケーンかどこか あの結構大きめのハンドルがついてたんですけど、うん、ちょっと前傾っぽくしたいなっていうの、カフェレーサーっぽくしたいのがあって、うん、このバーハンをつけました。であとグリップを、ゴムのグリップに変えてて、であとはミラーを、トライアルミラーっていうちょっとここがボールになってて要はぐるぐる回るミラーにしていて、結構都内だとあの渋滞とかも多くてスルスルっと横抜けたりする時とかに幅がスリムだと走りやすいので、はいはいはい、っていうのも考えて一応こっち側につけてます、はいはい、であとタンクですね、はい、タンクも、買った時はあの青いタンクがついてたんですけど、うん、まあ青でも良かったんですけどやっぱちょっと全体的に落ち着いた色にしたかったので、まあ、キャビンも真っ黒でしたもんね。そうです、なのでこれは日産の R35GTR の純正色かオプション色かの、 あのメタリックのグレーに塗装しました。え、なんでこんなメタ、え、自分で塗られたのに、はい、こんなラメってるようなこんなんできるんですか？あ、そうですね、一応もうあのボディーペンっていうあの、はい、缶スプレーでもうすでに中にメタリックが入ったやつが、え、じゃあシューってやればもうこうやってなるように。そうですね、まあ、結構あの下地処理とか結構大変なんですけど、あ、はいはいはい、まあ、それさえちゃんとやればあの自宅でも全然。これめっちゃ綺麗ですよこれ。そうですね、うん、僕 C125 のラメってるやつ持ってますけど、はいはい、うん、全然これわかんないもん、わかんないっていうか、うんうん、結構だからめっちゃ綺麗。これなんかどっか社外タンクかとか、うん、あとなんか純正色みたいに聞かれるんですけど、そうそう、実はこれは自分で塗ったっていう感じ。めちゃくちゃ綺麗これ、はい、これ伝わるかなこれ。で、あとまあタンクキャップもあのちょっと汚かったので、はい、簡単に塗ってます、はいはい、これ何リットルぐらい入るんですか？タンクは6リットル入らないぐらい、ま、結構タンク少ないんですよ、はい、じゃあ200走るか走んないかぐらいですか？走んないか200は、うん、走らないかもしれないですね。結構こまめで、あのタンクの残量のメーターもないんで。あ、そっか、そうですね、もう、はい、叩いて確認かそれかもう都度出発前にタンクの中身揺すって確認してって感じで2回ガス欠しました、まあ、ちょっとおいおいの話なんですけど、もうちょっと大きいタンク兄弟車で CB223 っていうのがあるので、はい、そのタンクに変えたいなって思いつつも、とりあえずは今このタンクを使っています、はいはい、じゃあ続いてマフラーですね、はい、マフラーなんですけど、まあ、元々このマフラー自体は買った時からついてたマフラーなんですけど、ちょっとメーカー名が不明なんですけど、はい、この JMCA っていう、まあ、その企画、はい、この JMCA の企画のなんで、まあ、多分なんか250以上のバイクのマフラーのスリップオンタイプをここからつけてるのかなって感じなんですけど、ちょっと詳しいことは分かってないですね。で、あとはマフラーバンテージ、はい、これを、一応ゴールドのマフラーバンテージを巻いてます、はい、巻いてる理由はあの、まあ、正直僕的には見た目重視なんですけど、はい、一応マフラーバンテージの効果としては、はい、遮熱
はい、遮熱外部への熱を出しにくくして、うん、かつマフラー内部の排気温度っていうのを高く維持するか、はい、なんか流速が速くなるとかなんとか、うん、ちょっとこう割とレースに直結した性能なんですけど、はい、あの僕自身はもう体感できてないですね。でも見た目がかっこよくなったので見た目で5馬力ぐらい上がった気がします。なるほどですね、はい、まあ、要は 巻いて、はい、この中の温度をあの なんだ、ね、そうですね、熱を閉じ込めて、はいはい、温度を上げてこのビューンこの引きるおっしゃる通りです。そうですね、はい、了解です、理解しました、はい、で一応このエアクリーナーも変えてて、はい、ちょっと差し色で紫になってるんですけど、これどこのメーカーだったかちょっと忘れちゃったんですけど、はい、北高かどっかだったと思いまして、はい、あのこのマイク買った時、はい、いわゆる直キャブ仕様、あのフィルターがついてなかったので吸気音が結構うるさくてっていうのもあってつけました。そうですね、吸気音は静かになって、うん、まあ、あとは吸入量、空気の吸入量っと安定したので、はいはい、キャブセッティングはしやすくなったかなって感じですね、はいはい、じゃあ続いてこのゼッケンプレートですね。はい、一応買った時にゼッケンプレートついてなかったんですけど、はい、やっぱこの FTR223 といったらこのゼッケンプレートだなって思って、ただあの FTR のゼッケンプレートって割と白が定番で、はい、あんまり黒がないんですね。なのでちょっとヤフオクで探してたらちょうどタイミングよく出てたので綺麗な黒のゼッケンプレートを落札して、はい、すぐつけることができました。FTR はなんでナンバーこのゼッケンプレートがあるのか、あるのかとかあるんですか。はい、FTR ってあのフラットトラックレーサーの略なんですよ。はい、でフラットトラックレーサーって要は平坦なダート路面のレース、はい、よくアメリカとかで昔行われてたんですけど、うんうん、それに適したバイク、それを出るために作られたようなバイクで、要はレースってゼッケン、自分が何番か、うん、そうですね、はい、貼るじゃないですか、はい、でそれをこう貼るプレート、ゼッケンプレート、例えばここに何ですかね、10番とか、結構 FTR 乗ってる人だと本当に数字つけてる人とかもいるんで、そうなんだ、ちょっとやっぱりそれは欲しいなと思って、はい、そうですね、はい、ナンバーはつけないんですか。ナンバーはなんか付けやすいんですか。いや、なんかだからここにステッカーとかこう、あー、このサイズで作って、ね、はいはいはい、貼るのがこう可愛いかなと思いつつも、じゃあこれおいおいですね。そうですね、このスイングアーム、スイングアームですね、はい、これはもうね、キャビンの時からもう受け継がれてますね。そうですね、まあ、買った時からだったんですけど、今から25年ぐらい前の方々で、若かった方々はちょっと懐かしいかと思うんですけど、まあ、この車両もともとノースイスカチューンカスタムっていうのがされていて、要は2000年代頭くらいにスイングアームをぐんと伸ばして、かつスカチューンっていって、例えばエアクリーナーボックスとかカウルとかいらない部分を外してバイクがこうスカスカに見えるカスタムっていうのが、それでスカチューンなん、そうなんです、流行って、で、まあ、当時だとそれこそ、TW とか、あとはグラストラッカー、あとは FTR みたいな形で、まあ、このバイクも漏れなくそういったカスタムがされてたんですけど、その名残でこのスイングアームだけはロングスイングアーム、純正プラス10センチくらいのスイングアームがついてるって形ですね、うん、まあ、これも完全に見た目って感じですか、ね、走行性 その安定性が上がるとかあるじゃないですか。むしろあの、あ、直進安定性は確かにスイングアーム伸びると上がるんですけど、はい、あのやっぱここまで長いと曲がりにくい、曲がんないですね。そうなんですね。60キロぐらいで走ってると本当に曲がんないですね。なので、まあ、スピード出すバイクじゃないんで、そうですね、まあ、そうですね、まあまあ、なんですけど、まあ、実はちょっとこれをもう純正に戻したいな。ああ、そうなんですか。あの2人乗りをしたいんで、ああ、はい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 、結構スイングアーム長いと、はい、あのチェーンのたるみが結構その分支点力点の位置関係で大きくなってしまうので、チェーンが外れる危険があるみたいなので、ちょっとそこは純正に戻そうかなと考えて。ああ、じゃあなんかあれですね、ロンホイのキャビーナの時からもう今は実用性を求め、あ、大人になりました。大人だった。大人になりました。で、まあ、リアも、ホイールにスポークカバー、ホイール塗ってスポークカバーつけて、うん、はい、でリアは、バトラックス履かせてます。あ、タイヤ違うんですね。そうです。え、なんで違うんですか。たまたまサイズがなくて。あ、そうだった。本当は銘柄合わせたかったんですけど、はい、ちょっとサイズがなくてっていうので、一応フロントリアは違う銘柄になってます、はいはい、まあパッと見そんな分かんないですもんね。まあ分かんないですね、機能的にはそんな一緒みたいな感じですもんね。そうですね、多分峠とか行ったらなんか言われるんだでしょうけど、はい、そういうとこ走るバイクじゃないんで、そうですね、全然気にしないです、はい、まあリアのが消耗が激しいんで、まあ、そのうち見つかったらいいですよね。そうですね、次か
買うときはなんかまた違うタイプの、それこそブロックタイヤとかにして、前後揃えようかなって考えてます。はい、テールも、はい、LED の、まずこれスモークテールにしていって、はい、一応ちょっとつけると、光るかな？あ、光ってます、ね。あ、光ってますかね。一応これにしていて、あとウィンカーもフロントと同様のものをリアにも。光ってるのかな、これ。電圧が。ついてます。ライド&シークっていう中野の今結構フュージョンとかやってるお店があるんですけど、はい、このバイク、まあ、ヤフオクで買ったんですけど、はい、このライド&シークっていうステッカーが貼ってあって、そのライド&シークさんのお店のブログ見たら、そのお店で15年くらい前にそのブログに載ってまして、この車両が、っていうので当時ライド&シークさんで、まあ、面倒見てもらってたバイクなんだなっていうのを最近知りました。はいはいはい、なるほどです。なんか歴史があるんですね。なんでちょっと記念にっていうか、結構かっこいいんで。そうですね、かっこいいですよね。僕は撮ってます、はい、かっこよかったんで、今後もしなんかカスタムする機会あったらそこでお願いしたら結構感動ものかな。ああ、そうですね、はい、いいですね。15年ぶりの再会みたいな感じではい、そういうわけですね、いろいろね、カスタムポイントを紹介させていただきました。次にですね、 FTR の、メリットとデメリット、まあ、個人的で大丈夫なんで、はい、それを教えてください。まあ、メリットというか、まあ、個人的に乗ってて好きなところといったら、まあ、やっぱりこの単気筒の鼓動感、うん、どこどこみたいな、どこどこっていうところと、はい、まあ、あとは結構軽くて取り回しがしやすいっていうところで、なんかこう細い路地だとか行ったことない道だとかもこう思うままに走っていけるっていうところが、やっぱりこうバイク乗ってるからちょっとやめとこうみたいな気にならなくてすごい乗りやすいわけですね。でデメリットとしては、はい、まあそういうところ走るバイクじゃないと言ってしまえばそうなんですけど、やっぱりちょっと中速高速の巡航が辛いかなっていうところがあって、まあ、このバイク出ても100キロぐらいなので、はい、まあ、C1 都内の首都高ぐらいだったら走れるんですけど、はい、ちょっとこう郊外にロンツーみたいなところで高速乗っていくっていうと結構辛い。あ、そうなんですね、っていうところがありますね、はいはい、あまりカウルとかもないので風の影響をもろに受けるっていうのもあって、まあ、確かに、うん、まあ、ただ僕はそういう走り方をしないので、はい、あえて言うならっていう感じのデメリットですね。あとあれですよね、メリットはカスタムポイントが、カスタムのそうですね、カスタムパーツが多いのと、あとはまあ構造がシンプルなので、それこそ先ほど言ったように勉強しながらいじるっていうところもすごくしやすい、はいはいはい、カスタム始めたい人割と入門向きのバイクかなっていうふうには思います。結構エンジンも耐久性高いので、さすがホンダですね。ちょっと無茶してもちょっとやそっとじゃ壊れないっていうところが割といいのかなと思ってます。いや、めちゃめちゃ勉強になります。おすすめですよ。はい、はい、というわけですね。じゃあ最後に、このオーナー様から総額と、まあ、あとなんか一言なんかね。総額約20万円ですね。20万ですか。はい、内訳としては、はい、この車両本体価格が、14万5000円で買って、はいはい、で、うん、パーツ代が、まあほとんど塗料とかなんですけど、はい、まあ、5、6万でカスタムしたので、うん、まあ、総額で20万今日ぐらいですかね。はい、マジですか。あれキャビーナの時も結構安かったですよね。あれキャビーナも確か同じぐらいの金額だったと思います。そうですよね、でもキャビーナよりお金かかってないんです、はい、まあ、キャビーナはねちょっとなんかいろいろ、キャビーナは勉強しながらってのがあったんでなあ、そうだったんですね、はい、20万か、はい、20万で安いな、まあ、自分で ね、まあ、でね、コーチンとかのあれがないんで、まあ、そうですね、はい、20万か、うん、最安値ですよ今のところ。あ、本当ですか。僕の動画出てきた中で、じゃあそんな感じで最後になんか一言何かあれば、はい、じゃあ、最後になんですけど、まあ、最近結構バイクの値段どんどん上がってきてる中でも、この FTR とか、まあ、FTR に限らず TW とかは比較的10万円台から結構手頃な金額で出回ってるので、なんかこうバイク乗りたいけどどれ選んでいいかわからないとか、あとあんまお金かけたくないみたいな人にとっては本当におすすめのバイクです。乗ってみるとはねすごく楽しいので、はいはい、もし悩んでる方いたらぜひ。悩んでますか。はい、ぜひぜひ今後多分この手のバイクもどんどん価格が上がってきちゃうので、狙うなら今ぐらいかなっては思ってます。
何か相談あれば全然ご連絡いただければって感じです。でそんな感じで僕のチャンネルねまだね900人ぐらいしか、まあ、1000人いってないんで皆様のねお力ご協力のもと1000人いきたいんでよかったらチャンネル登録あと高評価あとコメントもねお待ちしてますんで、していただけるとね、僕のねあのバイクのいろんなバイクをね紹介するモチベーションだったり皆様のご協力お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。